こんにちは、ゆうです。今回はですね、前回大量に、虫を捕まえた、ヘビ捕り動画の後半でございます。はい、前回のねヘビ捕り動画はですね、説明欄に URL を貼っておくのでよかったらチェックしてみてください。はい、今回もですね、後半かなりねもうあのカラスヘビよりレアなヘビを、見つけることができたので、ぜひですねお楽しみいただければと思います。はい、ちょっとね日が落ちかけてきてそろそろヘビも出てきているんじゃないかなと思うのでヘビ探ししていきたいと思います。さっきですね地元のおばあちゃんがですね一緒にあのイモリ探しをしてくれたんですけど、そのおばあちゃんがですね、こっちのね田んぼにヘビいっぱいいるよっていうことでね教えてくれたので、ちょっとね、探していきたいと思います。はい、捕まえました。関西カラーの山かがしちゃんでしたね。やっぱりあのヘビ出てきてますね。はい、こんな感じの色なんですけど、なんかお腹がすごいあれですね、白いですね。普通の山かがしのカラーとなんかまたちょっとやっぱ違う感じですね。それかなんか脱皮前なのかもしれないですね。脱皮前ですね。はい、ちょっとね気温が下がって、いい感じの気温になったので山を降りて探してみたらやっぱり出てきてましたね。はい、ということで後半の1匹目は山かがしちゃんでした。ちょっと時間がないので続けてどんどん探していきたいと思います。やっぱりこういう水路と石垣が一緒にあるところに結構こういうねなんか川沿いのコンクリートとかに結構シマヘビいるのを YouTube とかで見ますけど一回も見たことないんですよね。あ、抜け殻いましたね。はい、もう完全にシマヘビの抜け殻でしたね。いや、やっぱいるんですねこういう川の近くって。あ、いた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 、いましたね。はい、捕まえました。ノーマルのシマヘビですね。はい、でこの子もやっぱ飛んでこないんですね。おとなしい。あ、でもあれですね、やっぱ接し方結構大事っぽいですね。あの一緒に来てるあの人いるんですけど、その人はあのほぼ全てのヘビに噛まれてるんであの僕はなぜか噛まれないんですけど、やっぱなんか接し方あるのかもしんないですね。はい、ということで、ノーマルシマヘビねまた捕まえました。でもシマヘビを見つけてこんなに嬉しいことって普段ないですね。やっぱあのカラスヘビ探してるとね、シマヘビの抜け殻とか、ノーマルのシマヘビ見るだけでもちょっとテンション上がりますよね。はい、ということで続けてカラスヘビ探していきたいと思います。今ちょっとシマヘビを逃がしてみたんで、どういうところにね逃げていくか見てみましょう。結構勉強になるんですよね。あー、やっぱ登ってきますね。あ、やっぱ石の中に行くんですね。やっぱ土より石の中にシマヘビはいるんですね。はい、ちょっとね今田んぼで青かがしを捕まえました。今映ってるねこのうちの水路沿いのとこですね。はい、やっぱヘビ結構出てきてますね。はい、ちょっとこの子もおとなしいですね。あの一緒に来てる人はねなんかもうことごとく噛まれてるみたいですけどね、山かがしに。まあやっぱ接し方あるんでしょうね。すごい綺麗な青色してると思うんですけど、ちょっと夕日に照らされてちょっと色がよくわからないですね。はい、ということでね、ちょっと時間がないでどんどん探していきたいと思います。はい、青かがしでございました。はい、こんな感じで丁寧に握れないときはね、もう一回ちょっと握り直したりとかも、してます。やっぱちょっと丁寧にね、飼育するなら捕まえたいので、
その捕まえ方が癖になってる感じですね。はい、ということで捕まえました。シマヘビですね。あれ、なんかこの子ちょっと普通のシマヘビと違ってなんかすごい綺麗な色してますね。なんかクリーム色っぽい感じですね。しかもなんかちょっとシマ模様これ薄いですね。はい、落ち着いてくれました。この子あれですね、よく見たらパターンレスですね。いや、まさかシマヘビのパターンレスに出会えるとは思わなかったですね。いや、どうなんですかね、パターンレスってレアなんですかね。いや、ちょっとね、太陽の光で色が分かりづらいんですけど、なんかクリーム色ですごい綺麗な色してるんですよね。で、こんな感じで全然ね、下の方がシマ模様がないですね。いや、どうなんですかね、パターンレスってどれぐらいのレア度なんでしょうね。いや、まさかね、見つけられるとも、思ってなかったんですけどね。はい、後で調べたらですね、なんとこの子はですね、ハーフパターンレスという、種類のシマヘビでして、なんとですね、カラスヘビとか、普通のね、パターンレスよりもすごいレアなヘビで、ほとんどね、見かけることがないヘビらしいです。はい、なんとね、そんなね、レアな、シマヘビだったということでね、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、ということでね、またヘビ捕りの動画、そしてね、この子の飼育動画、上げていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価、評価してまた見に来てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。